皆さんこんにちはタカボンです今日も動画を見ていただいてありがとうございます、えー、今回の動画はプライムデーのおすすめ商品動画の第2弾ですね 1> 第1弾の動画の方ではご紹介できていないものの中で良さげなものをまたピックアップしてきましたので買い物の参考にしていただければいいかなと思います今回もいつも通りにいくつかにジャンル分けしてお買い得商品をピックアップしてご紹介していきます下にチャプターもつけておきますし紹介するものは全部紹介する順番で概要欄の方に URL を掲載しておきますので検索がめんどくさい方は活用されてくださいあとスマホから見られてる方多いかと思いますけど概要欄のリンクタップしていただくと Amazon アプリが開くようなリンクに工夫を しててまますすすのでスマホかからも見やすくなってるかなっいると思います今回も長くなるかなと思いますけど最後までお付き合いくださいはいそれではまずお得なキャンペーンリマインドしていきたいんですけど一つこれお得なキャンペーンご紹介できていなかったものがあったので先にご紹介します。 こちらがですね集英社ヤングジャンプ最大50%ポイント還元さらにまとめ買いで最大15%ポイント還元7月17日までということになってまして、えー、漫画がめちゃくちゃゃくく安買えるみたいですね例えば「キングダム」とか「推しの子」とかあるのでちょっと見てみようかなと思うんですけど「キングダム」開いてみると、えー、こんな感じになっててまずですねこの1巻とかで言うともうすでに今無料で読めます。 期間限定7月31日まで無料で読めますみたいな無料公開もされてますねこの「無料で読む」っていう風になってるこの緑のマークがついてるのが5巻までとなってるのでまず5巻までだったらシンプルに「タダで読めます」。 まあそこから先でいくとこの6巻とかだったら564円なんですけど獲得ポイント282ポイントとなっていて50ポイントでで還元されるんですよねなのでなかなか安い金額で漫画が買えるようになってるみたいです。 あと、この最大50%のポイント還元だけではなくて、エントリーをこちらっていうところ入っていただくと、まあ、こんな感じでまとめ買いすればするほどポイントが還元されるキャンペーンになってるみたいでして、最大で12から15冊を買った場合でいくと15%のポイントが還元されますということで、先ほどのキャンペーンと合わせれば、もう50%プラスの15%で最大65%ぐらい、 ポイントが還元されるっていうことなのでこれはねかなりお得になってるんじゃないかなと思います。 このキャンンペー概要欄に貼っておくので漫画好きの方はぜひチェックしてみてくださいあと同じく Kindle 本の方でお得なキャンペーンやってましてこれ割引合計3000円まで何冊でも使える70%オフの件ということになっていて、まあ、どういう感じで使われるかっていうと決済する時に合計金額1000円の時だったら70%なんで700円引きしてくれるとで、まあ、払うのは300円だけでよくて まあ700円分使ったんで残り2300円分、えー、3000円から引いたら残りますよね。 それがまた Kindle 本を買うときに割引として適用されるみたいなキャンペーンになってるみたいですね。これめちゃくちゃお得ですよね。まあ、一撃で3000円使えないようにはなってるみたいですけど、まあ、何回かに分けて3000円分得できるものになってるみたいなので、これもぜひ活用されてください。はい、そして続いてがポイントアップキャンペーンですね。まあ、これは皆さんエントリー済みかなと思いますけども、忘れてる方は忘れずに押しておきましょう。 ちなみに僕は今購入金額 44, 4万4460円となってますね、まあ、なんか若干不吉な数字が並んでますねはい続いてがスタンプラリーですねこちら500ポイントまた5万ポイント当たるキャンペーンとなってますので、まあ、サクサクっとスタンプを集めて運試ししてもらうといいかなと思います、まあ、5万ポイントとか当たったらめちゃくちゃ嬉しいですよね5万円ですからね はい。続いてが、Kindle Unlimited 電子書籍の読み放題サービスが、今だったら3ヶ月無料で使えますという風な超お得なキャンペーンやってますので、まあ、これね、多分キャンペーン対象の方とじゃない方がいるかなと思うんですけど、キャンペーン対象の方だったら今のうちに登録しておきましょう。今から3ヶ月だったらお盆休みの期間とかも含むかなと思うので、まあ、暇な時に雑誌とか、まあ、ビジネス書とか、こういったものを読めるようにしておくといいんじゃないかなと思います。 このキャンペーンは7月17日までに登録が必要ですので忘れずにやっておいてください。 はい、続いてが Amazon Audible ですね。本の読み聞かせサービスになりますけども、これが初回利用の方だったら3ヶ月間無料で試せるっていう風なものをやってますので、まあ、これもキャンペーン対象の方は試してみることをお勧めしたいなと思います。厚切りジェイソンさんの本とか、あとはハリー・ポッターとかもあるみたいですね。これが7月22日までに登録が必要なキャンペーンとなってますけども、まあ、3ヶ月っていう期間が一緒になっているので、まあ、解約する方は解約を忘れないように ととと一緒に登録しておくいいいいのかなと思いますねはい、続いてが音楽のサブスク AmazonMusicUnlimited が最初の5ヶ月間無料で使えますというふうなキャンペーンやってますので、まあ、これもねキャンペーン対象の方は是非使っていただくといいかなと思います普通だったら月額1,000円ぐらいかかるサービスなんですけどそれが5ヶ月間ただなので、まあ、実質5,000円浮くと考えたら、まあ、結構節約の面でもいいんじゃないかなと思いますね。 これは期間限定7月18日までの登録が必要ですのでこれも忘れずにやっておいてください。 はい。続いてがクールマルシェですね。これあんまり紹介してる人いないかなと思うんですけど、対象の冷凍食品を購入することで1000ポイントもらえるっていう風なお得なキャンペーンやってます。まあ、注意点としては、1回のご注文で合計4000円以上購入することっていう風になっているので、これは注意していただければなと思うんですけども、ここのキャンペーンにエントリーするっていうボタンを押していただいて、エントリーした状態で、松屋の冷食とか、 あと、吉野家とか、そういった冷凍食品を1回の注文で合計4000以上購入することで1000ポイントもらえるようになってます。 実質1000円引きで買えるみたいな感じになるので、これも活用していただくと結構お得かなと思います。はい。続いてが Amazon ギフトカードを買うと500ポイントプレゼントですね。こちらは7月17日までのキャンペーンとなっていまして、エントリーした状態でギフトカードを5000円以上購入すると500ポイントもらうことができますよというものになっています。これはちょっと手間をかけるだけで5000円が5500円に変わるので、5000以上の買い物を予定されている方は活用するとお得かなと思います。 はい。続いてこれもエントリーしておきましょう。対象のコスメ商品が2%ポイント還元っていう風なキャンペーンやってまして、これは毎月やってるキャンペーンにはなるみたいなんですけど、洗顔料とか化粧水とか、そういったものが対象になってくるみたいなので、こういったものを買われる方はエントリーしておいてください。僕も洗顔料とか色々買ったので、対象のものが5841円分あるみたいですね。 はい。それではここからは家電ガジェット系の解読商品ピックアップしてご紹介していきます。えー、まず一つ目、これ買いましたか皆さん。アンカーの UFI セキュリティスマートトラックカードっていうカード型のエアタグですね。紛失防止トラッカーになりますけど、これが33%オフで2690円になっていたっていうことで、まあ、かなり売れてる商品みたいですね。過去1ヶ月で5000点以上購入されましたというものになってます。 僕はこれ去年のブラックフライデーで購入したんですけども去年のブラックフライデーよりも1200円安くなってますし、まあ、これ1つ財布に入れておくと結構安心感が違うかなと思うので持ってない方は1つ買ってみてもいいのかなと思いますあとスイッチボットからも似たようなスマートトラッカーが登場してるみたいでしてこちらも早速セール価格で15%オフの2946円となってます このバッテリー持ちが3年ですとかいうところはアンカーのものと変わらないんですけどスイッチボット製品と連携することができるみたいでこのスマートロックにこのカードをかざすだけで鍵が開けれるようになったりとかあとはこのカードを持って家に近づくだけでエアコン照明などが自動でオンにできるように設定できたりとかこういったスマートホーム系のスイッチボットの製品との連携ができるっていうのがこちらのスマートトラッカーの強みになってるみたいですね。 アンカーの方が若干値段的には安いですけどスイッチボット製品たくさん使われている方はこれを選ぶ理由も結構あるのかなと思いましたはい続いてキーボードいきたいと思います、えー、まず1つ目が HHKB のプロフェッショナルハイブリッドタイプ S の無刻印雪モデルということで、まあ、打鍵感にすごい評判がある人気のキーボードですね こちらが8%オフで33,850円となっていまは、まあ、僕もですね昔こちらの日本語配列の白いモデルかなこちらを使ったことがあるんですけど、まあ、僕の場合はねこの深い打鍵感がちょっと慣れきれずになんか使いにくかったので手放しちゃったんですけどこの独特な打鍵感が好きだよっていう熱狂的なファンみたいな方も結構多いキーボードとなってますね。 で打鍵感的に言うと僕はこちらのキーボードの方が好きだったんですけどロフリーフローというキーボードですねこちらはロープロファイルのメカニカルキーボードとなってましてさっきの HHKB と比べると薄型のキーボードになっているので打鍵感は浅めですね。 これもこんな感じのすごいすっきりとしたデザインのキーボードになっていて、まあ、これも打鍵感がすごいいいということで最近人気のキーボードとなってますね、まあ、過去1ヶ月で200点以上購入されましたということで結構人気です、まあ、これが今40%オフで1万8000円まで安くなっているので、まあ、結構値下がりしてますねこれ普段だったら2万9000円とか3万円ぐらいで売ってるものなので結構値下げしてるなと思います まあこれ注意点とししては配列が英字配列列がかないんですよね僕も打鍵缶がこれ好きで結構使ってたんですけど MacBook 本体が日本語配列のものだったので、まあ、ちょっとそこの互い違いになっちゃうのが使いにくくなっちゃって今は使ってないんですけどもこのエンターキーが横長だったりスペースキーがちょっと長くなる英字配列のものでいいよっていう方は是非チェックしてみてください。 あとちょっとこういったものを買った方がいいかなと思って悩んでるのがこちら iClever の10キーですねこちら Bluetooth で接続できる10キーになっていて、まあ、こういう10キーだけのキーボード確定申告の時とかにあると数字の打ち込みが楽になるんじゃないかなと思って一つ持っておいた方がいいかなと思ってちょっと悩んだりしてます こちらが過去1ヶ月で400点以上購入されている結構人気の Bluetooth の10キーになってるみたいですこの iClever っていうメーカーのキーボードは僕は折りたたみのキーボードを使ったことありますねこちらが28%オフで2078円となってますはいそして僕が今結局使ってるキーボードがこれなんですけど Apple 純正のマジックキーボードのタッチ ID 付きのものですね、まあ、結局なんだかんだで MacBook 本体と打鍵感が揃えられるっていうところもいいところかなと思ってるのと あとはここタッチ ID が付いているのでパスワードの入力とかが楽だったりするんですよね。 まあこれが特別セール価格とかにはなってないですけどアップル公式とかで買うよりは安くて11%オフの17,704円となってますただこのマジックキーボードはまだここの充電端子がライトニングなんですよねアップルさんはねまあビジョンプロとかいろいろ発売するのもいいですけどマジックキーボードとかマジックマウスとかの充電端子早くタイプ C バージョン出してほしいなと思ってます はい、そしてアップル製品といえばって感じなんですけど今回のセールで AirPods Pro の第2世代ですねこれたくさん買われた方いらっしゃるんじゃないかなと思います、まあ、これが通常4万円ぐらいするものが3万3200円まで下がっていたということで、まあ、過去1ヶ月で1万点以上購入されてるみたいですね でこれ僕も購入回数2回となっていて自分でも使ってますしプレゼントで買ったこともあるんですけどこういった AirPods Pro 買った方はこちらのですねイヤーピースぜひ試していただきたいなと思いますこちらアズラというブランドのセドナイヤーフィットマックス 4AirPods Pro いうものになってるんですけど ここのシリコンですねイヤーピースを取り替えることで装着感がすごい良くなります、まあ、これいくつかサイズとか組み合わせの展開があるので自分の耳に合いそうなサイズのものを選んでいただければなと思うんですけどこれがですね医療用シリコンが使われたものになっていてすごい耳に優しいイヤーピースとなっているので まあちょっと AirPods Pro みたいなカナル型のイヤホンって長くつけてるとちょっとこう耳が痛がゆくなってくるような感触あったりするんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういったものを軽減してくれるイヤーピースになってます、まあ、僕も実際に使ってみててちょっとこう痛がゆい感じが軽減される感じがあったので AirPods Pro 気に入ってはいるけど装着感もうちょっと改善したいなっていう方はこちらぜひ試してみてください僕が買ったのはこの SSS サイズ SS サイズ S サイズっていう,こう小さいサイズが 3種類入ったセットになってるんですけどこちらの場合でいうと2697円でで購入できますあと AirPodsPro のケースなんですけど僕これ今回買いました、まあ、そもそもですね僕これの同じやつのベージュから使ってたんですよ これが2022年の10月30ということで、まあ、多分この AirPods Pro の第2世代が発売された時に買ったのがこれだったかなと思うんですけど、まあ、ちょっとねこのベージュの色飽きてきて、まあ、ちょっと気に入ってもなかったのでちょっと別の色にしてみようと思って。 こちらのダークグレーの色買ってみましたまこれも届いたんですけどまあまあ質感も良くて買い替えて良かったかなと思いますまあ、こっちのグレーホワイトの色買おうかなと思ったんですけど僕 AirPods 3の方でもここのケース使ってるのでちょっと色が同じになると見分けつかなくなるなと思って AirPods Pro の方にはこちらのダークグレーの色を買いました これが本体のフィット感も結構良くて充電の LED もちゃんと見えますしあとケース自体がそんなに厚手の作りじゃないのでワイヤレス充電器とかに乗せた時も反応しないみたいなこともないのでこのケースに信頼を寄せてまた別の色を買いましたこれが29%オフで999円となっていますあとこのケースメーカーさんから送ってもらって使わせてもらったんですけどこのオルムっていうところの AirPods Pro のケースですね まあこれがこんな感じのちょっとこう近未来的なデザインになっていて、まあ、すごいスタイリッシュな AirPods Pro のケースになってますちょっと分かりにくいですけどこのシルバーの部分がロック機構にもなっていましてここの部分が上の蓋側に引っかかってるんですよね。 でこっち側の方をちょっとこう押さえてあげるとロックが解除されて開くようになっていて、まあ、落とした時とかは蓋が勝手に開かないようになってるデザインになってますあとはまあシンプルに見た目がかっこいいっていうのがこちらのケースになっていて、まあ、値段もちょっとお高めで5498円なんですけど今だったら10%オフのクーポンが出てるので、まあ、ちょっと安く買えるかなって感じですね でこれがブラックカラーがもう300点以上購入されましたっていうことで結構売れてるみたいですけどシルバーカラーですねグレーのカラーもありましてこっちも同じように10%オフになってますね。 ただこのケース注意点があって僕使わせてもらったんですけどケースが結構厚手のものになっているのでワイヤレス充電器のちょっと出力が弱いものなのかな相性によっては充電ができないものがあったりしたので気をつけてください僕が使っているベルキンの充電器の場合で言うとアップルウォッチの充電器がついててそこでも AirPods Pro って本来充電できるんですけどそこだとね充電が効かなかったりとかしたので他のワイヤレス充電器部分では充電できたんですけど アップルウォッチ充電器部分では充電できなかったりとか一部対応できてない充電器があったりしたみたいなのでワイヤレス充電メインで考えられてる方はちょっと気をつけて買ってくださいっていうケースにはなってますねはい続いてイヤホンの話が出たのでファーウェイフリークリップもう一回紹介しておこうかなと思いますこれはイヤーカフ型のイヤホンになっていまして本当につけ心地が軽いですし あとととメガネとかマスクとも干渉しないっていうところろもいいとここになってますね、まあ、これが僕が最初に動画出した時が23,639円だったんですけど、まあ、それからさらにちょっとだけ安くなって19%オフの22,457円になってるんですよね。まあ、これ安くなってるのは嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、まあ、ちょっと安くなる前にポチった人にとっては若干損した気分になりますよね。 Amazon のページ見てみると先行セールと本セールのセール価格は基本的には変わりませんって書いてたと思うんですけど、まあ、たまにこういう風な感じで価格が変わってるのがあったりするんで、まあ、こういうのあるとちょっと買い物しづらいっすよねまあここら辺はね a z o n さんちょっとはっきりしてほしいなと思いますけどね はいそして続いてが皆さんこれ街中でめちゃくちゃ見かけますよねマーシャルのワイヤレスオンイヤーヘッドホンメジャー5ですね、まあ、こんな感じのすごいおしゃれなワイヤレスヘッドホンになっていて街中でねすごい可愛いい女の子とかがつけてるのよく見るんじゃないかなと思います。 まあこのデザインがかっこよくてすごい人気のマーシャルのヘッドホンなんですけど、これ最近出た新型になっていて、発売されてまだ23日しか経ってないですね。まあ、これが22,980円なんですけど10、10%のポイント還元もあるみたいですので、このデザインがいいマーシャルのヘッドホン欲しかった方はぜひチェックしてみてください。まあ、ちなみにこれ従来機種からの進化点として、こんな感じで置き方でワイヤレス充電できるように進化してるらしいですよ。 ヘッドホンでででワイヤレス充電できるって珍しいですよねはいそしてもう一つヘッドホンなんですけど最近ソニーから登場したアルトウェアっていう重低音が特徴のヘッドホンですねこれがですね発売当初は3万3,000円だったんですけど、まあ、ちょっと値下がりしてきてまして28,282円ままで値下がりしてますねこれ僕も先行で使わせてもらったんですけどここにあるアルトボタンっていうボタンを押してあげると低音がより増強されるんですよね こんな感じでオフ、アルト1、アルト2っていう風な感じで低音を増強できるんですけどもうこのアルト2とかにしてあげると本当になんかヤンキーの車みたいな感じで低音ずんずんな感じの曲が聴けるのでライブハウスとかクラブとかフェスみたいなそういった音楽好きな方は結構ハマるヘッドホンになってるんじゃないかなと思います あとカラー展開もベーシックなオフホワイトとブラックだけじゃなくてちょっとかわいいフォレストグレーとかもあったりするので、まあ、カラー展開も結構いいなと思いましたあと同じくソニーの重低音増強シリーズでこちらのスピーカーですねアルトフィールド1っていうスピーカーがあってこれも先行で使わせてもらったんですけどこれもちょっと安くなってますね今だったら20%オフで15,835円まで値下がりしています まこれもさっきのヘッドホンと同じような感じなんですけど、まあ、これは1段階ですねオフかアルトボタンを押した時の低音増強モードの2パターンにはなるんですけど、まあ、これもアルトボタンを押してあげるとかなり低音がズンズン効くのでこれ防水のスピーカーになっているのでお風呂用のスピーカーとしても使えるものになってるんですけど、えー、僕お風呂で使ったらなんかこう本当にカラオケに行ったような気分というか、えー、そんな感じのズンズン来るような重低音で音楽楽楽しめるので、まあ、お風呂用のスピーカーとして結構いいんじゃないかなと思います。 あとここ紐がついてて、まあ、ここに何か引っ掛けることもできるんですけどこの紐取りたいんですけど取れますかっていう質問がコメントで来てたんですけどこの紐取れますよほどけます普通に。カラー展開も4色ありましてこのフォレストグレーとか可愛いんですよね。はい続い続てが僕が僕今使って 保護フィルムですね僕は iPhone15Pro 使ってるんですけどそちらの方でこちらのもしかっていうブランドの保護フィルムを使ってます、まあ、こんな感じで結構な iPhone のシリーズ対応しているので自分のシリーズに対応しているかどうか確認していただけたらなぁと思うんですけど、えー、例えば僕の 15Pro 用とかでいくとこれですかね僕が買ったのがちょうどこのセットになるんですけどこれのいいところがアンチグリアフィルムになっていて反射がしにくいフィルムになっているので、まあ、顔が映り込んだり もししににくくいってい,うのがいいいいでですすががきってうのところですねあと値段も安くて25%オフで1274円なんですけどこれフィルム2枚入ってますしあとこのカメラのレンズ部分を保護するこのパーツこれも2つ入ってくるんですよ。あとこんな感じのフィルムを貼る用のガイドのフレームとかもつけてくれてるので、まあ、そんなに貼る時困んなかったですし値段の割に結構セット内容が充実してていいなと思いましたね。 保護フィルム割れたまま放置してる人たまに見かけたりしますけど、まあ、ちょっとみっともないかなと思うので、このタイミングで買い替えましょう。はい、続いてが僕がデスク周りで使っている電源タップですね。エレコムの10口の電源タップが15%オフで1930円となってました。まあ、これこんな感じのシンプルなデザインの電源タップで穴が10個ついてるんですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9と、あとここの先っぽに1個で10個ですね。 僕の場合はコンセントからデスクまでちょっと距離が遠かったので5メートルタイプを選んでるんですけど他のちょっと短いタイプもありますはい続いてが CIO の壁差し電源タップポラリスキューブウォールですね、えー、こちらはこんな感じで壁に差して使うタイプの電源タップなんですけどこれ穴がめちゃくちゃ多いですよね AC 口が計3つと手前側に t y p e C が2つとタイプ A が1つついてますで出力も結構大きくて最大で 67W だったかな出せるものになってます まあこんな感じで最大 67W 出力ですね。まあ、僕の家でもこのホワイトカラーの方を使ってまして、僕は洗面所の方で洗濯機とか、あとはバリカンとか電動歯ブラシとかドライヤーとか、意外と洗面所周りって電源取らなきゃいけないものが多かったりするので、洗面所の方のコンセントにこれつけてますね。 これが今25%オフで4,480円となってますあと同じような製品アンカーからも出てましてこっちの方が出力弱いんですけど値段安いんですよねこちらがですねアンカーパワーエキスパンド6 n 1というものになっていて こんな感じで AC 口が3つと Type-A2 つと Type-C1 つですね。この Type-C ポートについては最大で 20W 出力となってるんですけど、値段が20%オフで1750円と CIO のものよりはお求めやすいかなと思うので、まあ、ここの端子の充実っていうところよりも AC 口の拡張をメインとするのであれば、これも結構ありかなと思います。なんか見た目もサイコロっぽくて可愛いですよね、これ。 はい。そして僕の絵でも何個か使っているパナソニックのローリングタップもご紹介しておこうかなと思います。 これはコンセントの向きを90度こう差す向きを変換することができるものになっていて、まあ、さらにここ回転する機構もついているのでコンセントをはわす向きも調整することができるといったものになっています、まあ、デスク周りとかテレビ裏とかあとは家具の隙間とかそういったちょっと配線しにくいところにコンセントがある場合にこれで向きを変えてあげると配線がしやすくなるのでおすすめですねこちらが今だったら526円で買うことができます はい、続いてが僕のデスク周りで対応している配線整理アイテムですねマビーカのこちらのマグネットクリップが20%オフで1260円となっていましたこちらは10個セットのマグネットクリップになっていましてこんな感じでですねここの穴の部分にコードを通してあげることによって。 このコードクリップを解いた時もこのクリップ自体がどっかに行ってしまうことがないように工夫がされたものになってますケーブルをまとめるだけじゃなくてマグネット自体がデスクの鉄足とかにもくっついてくれたりするので配線整理で結構役立ってますね。 はい、そして同じくマビーカから出ているケーブルクリップですねこれ結構値段安くて25%オフの749円になってるんですけど、えー、ケーブルクリップがこんな感じの計12種類ですね入ってくるセットになってますこっちの長いコードクリップについてはここにコードを通せる穴が開いているみたいでして短い方は穴がないみたいですね であとこの四角いものこの三角に折りたたまれているこのケーブルクリップについてはこんな感じで有線のイイヤホンととかをまとめるるるにに使えるようななサイズ感になっていいみたいです僕はこちらのタバラットっていうところのコードクリップ似たようなものを使ってるんですけどこれだと2個入りで990円とかしてちょっとお高めなのでお安くコードクリップ欲しいなっていう方はこのマビーカのケーブルクリップ結構いいんじゃないかなと思いました。 はい。続いてが僕がデスク周りの配線整理で使っているケーブル収納スリーブですね。これはこんな感じで複数本のケーブルを1本にまとめてあげることによって見た目をスッキリさせることができるようになりますし、あとはこのケーブルの保護にもなるみたいですね。赤ちゃんとかペットが噛んじゃったりした時とか、まあ、そういった時にケーブルが断線するのを防いでくれたりするといったものになってます。 まあこういう商品たくさんあるんですけど白いものがあまりなかったので僕はこれを選びました1499円で長さ 4m のものを買うことができましたあと黒いのがいいよっていう方はこちら結構良さげでした全長でいうと長さ 3m になってるんですけど 3m で999円なので割とお手頃で買いやすいものかなっていうふうに思いましたね1、まあ、個注意点としてはこの変素ケーブルって切った時にこの切ったところがほつれてきちゃう のでででライターで炙っっっててててほつれいいいいかかなななよようににちょっと溶かしてくださねねみたいな形になってるんですよ、ね、僕は何かの時に買った100均のチャッカマンが家にあったのでそれ使いましたけどライターとかチャッカマンないなっていう方は別途用意する必要があるかなと思いますはい続いてがモニターですねピクシオの24インチのフル HD のゲーミングモニターになります。 これがですね、僕ちょっと今は結局スタジオディスプレイ買っちゃったんですけど、これをメインモニターの候補の一つとして検討してました。これが15%オフで22,900円ということで、まあ、かなり値段もお手頃ですし、デザインがね、これ真っ白でかっこいいんですよね。僕デスク周りは結構白系で統一しているので、まあ、このモニター結構いいなと思って購入候補の一つとして考えてたんですけど、まあ、フル HD だとちょっと作業性が悪いかなと思ってやめたんですけど、 ゲーミングモニターーですねゲーム用途として買われる方にはすごい人気のモニターみたいですね、まあ、これがモニターなのに過去1ヶ月1,000点以上購入されたっていうことでめちゃくちゃ売れてるみたいですあとこれ白だけじゃなくてもういろんなカラーがありましてパステルブルーとあとパステルピンクあとは定番のブラックカラーもありましてまあブラックは200点ぐらいしか売れてないのかやっぱりこのホワイトが一番売れてるみたいですね あとさっきのピクシオのモニターのいいところが同じようなカラー展開でピクシオからモニターアームまで販売されてるんですよねこちらがですね15%オフで7600円で買えるモニターアームとなってるんですけどさっきのモニターと同系色で販売されてるんですよこちらがブラックカラーで,でこちらがパステルブルーパステルピンクホワイトって感じですね このモニターとモニターアームセットで買っても3万円ぐらいで収まると思ったら結構お手頃ですよね。はい、続いてが僕がデスクに敷いてるデスクマットですね、結構安いの使ってるんですけど、こちら Amazon で買いまして、今5%オフで1899円となってます。これはレザーのデスクマットになってまして、ちょっと嬉しいところが、裏面とリバーシブルで使えるんですよね。 僕今乾きの面を上にしてますけど裏面がグレーになっていてグレーの面も普通に表面として使うことができるようになってますたまにデスクの雰囲気変えたいなってなった時に裏返すこともできるっていうのがいいところかなと思ってますあと木の天板に直接カメラとか置くとカツカツ言ってうるさいんですけどデスクマット1枚敷いておくとちょっと緩衝材的な役割も果たしてくれるので、まあ、そこもいいかなと思ってます まあ結構サイズ展開も多いですしカラー展開もたくさんあるのでデスクマットちょっと引いてみようかなって思う方はこちらチェックしてみてくださいはい続いてが ESR の iPad mini6 用のケースですね、まあ、僕も iPad mini6 使ってまして、まあ、2年ぐらい前に買った Moft のケース使ってるんですけど、まあ、それがもう販売終わっちゃってるみたいで、まあ、今買うならこれかなっていうケースがこれですね これが裏面にキックスタンドがついてまして、まあ、このキックスタンドのおかげで横向きじゃなくて縦向きにもですねこんな感じでここの写真みたいに立てることができるっていうことで iPadmin6 って縦向きにスタンドしたい時も多かったりするので、まあ、縦も横もこんな感じでいけるのがいいところだなと思ってこちらのケースピックアップしておきました。 これが今15%オフで2039円となっていますので iPad mini6 ユーザーの方はチェックしてみてください。はい。続いてがモニターライトをですね。こんな感じでモニターの上に設置することによって手元明るく照らしてくれるよといったものになっているんですけどもこちらのクンティスというブランドのところのモニターライトが今だったら20%オフの3740円となっています。 まあモニターライトで言うと、弁 q のものとかが有名なんですけど、ちょっとお値段高いんですよね。1万5千円とかしちゃうので、まあ、ちょっと今15%オフのクーポンは出てるみたいですけども、まあ、それでも1万円以上はしちゃうので、まあ、ちょっとお値段安めでモニターライト買いたいっていう時はこちらがいいのかなと思います。まあ、ベストセラー1位になってますしね。 ただこのクンィスのモニターライトは基本的にブラックカラーのものしかないんですけど最近ですねこちらの BenQ のスクリーンバープロっていう便 q から新しいスクリーンバーが出ましてそちらはですねなんと待望のシルバーカラーの展開が追加されました。 今まさに僕のデスクで使っているものになるんですけどもこちらがですね5%オフのクーポンが発行されていますまあ値段は高いです19,900円となってるんですけどホワイトカラーのモニターライトでちゃんとしたものってなってくるともうこれぐらいしか選択肢がないので ホワイト系のデスクで統一されてる方でモニターライト欲しい方はぜひこの BenQ のスクリーンバープロチェックしてみてください見た目はめちゃくちゃいいですよあと自動調光機能とかもついてて使い勝手は申し分なしって感じですしあとこのモニターに引っ掛ける爪の部分が結構浅めの作りになっていたので 僕が使っているモニタースタジオディスプレイはウェブカメラがここに内蔵されてるんですけどそのウェブカメラと爪が干渉することもなかったのでその点も嬉しいポイントだなと思ってますはい続いてが僕が M2iPad Pro で使っている iPad 用のケースですね こちらピタカのマグイージーフォリオ2というアイテムでして、これこんな感じで折ってあげると縦向きでもスタンドができるっていう風うな、まあ、結構貴重な存在の iPad Pro 用のケースになってます。まあ、横向きでスタンドできるものは多いんですけど、縦向きでスタンドできるものってなかなかないんですよね。これが15%オフで6374円となっています。 はい。そしてもう一つ使っているケースがこれですね。Moft のスナップフロートフォリオという iPad ケースになっていまして、まあ、これは縦向きにはスタンドできないんですけど、こんな感じでですね、ケースを折りたたんであげると、高さを出したスタンドとして使うことができるっていうふうなものになってます。 僕が使っているのは、えー、っとこのミスティーグレーっていう色の方になっていてミスティーグレーは残念ながらセール価格ではないんですけどブラックカラーがセール価格になってまして20%オフで6,784円となっています最近僕ユーロってあのヨーロッパのサッカーの大会めちゃくちゃアベマとかで見てて iPad で見てること多かったんですけど まあそういう風に映像コンテンツを見るときはこんな感じでちょっと高さがある方が見やすかったりするので、まあ、最近はこちらの方に付け替えて使ってましたね。 はい。続いてが僕の MacBook Pro に装着している Magic Stand っていうこの PC の裏に取り付けるスタンドですね。まあ、これもガジェット系 YouTuber にすごい人気のものとなってますけど、えー、これが12%オフで5,544円となってます。まあ、これが今12%オフで5,544円となっていますし、さらにポイント還元も多いですね。13%分693ポイントポイント還元があるっていうタイミングなので、 ま、いつもよりはかなりお買い得かなという感じですね。まあ、ただ個人的にはマジェックスタンドあんまり気に入ってなくて、マジックスタンドってこうやってスタンド引き出した時に地面と接するのがこの一部だけなんですよね。もうここのなんか変というか、この一点で支えるような。 感じになるのでキーボードタイピングしてる時にちょっとこう奥の方に滑っていっちゃうんですよね設置面積が少ないので、まあ、なのでここにね貼り付けてあるかなと思うんですけどこんな感じの付属品の滑り止めがついててこれも併用しなきゃいけなくなるんですよね、まあ、それに対してこのモフトの貼り付けるタイプのスタンドとかだったらこのモフトってこの設置面が結構広めに取られているので、まあ、こっちの MacBook 側に滑り止めをつけたりしなくても安定してくれるんですよ 僕は以前モフト使っててマジックスタンド使ったことなかったんで一旦マジックスタンド買ってみたんですけどまあ個人的にはモフトの方がいいかなと思いましたなんか構造もシンプルですし値段も安いですしねまあ見た目的にはこっちのメタリックなマジックスタンドの方がかっこいいのはわかるんですけどまあ個人的にはこのモフトの方でいいんじゃないかなと思いますね値段的にも使い勝手的にも これが今20%オフで2704円となっていますので MacBook 普通に平らな面で使われている方はタイピングしやすくなったりするのでスタンドぜひ買ってみてください。はい、続いてがプロジェクターですね。JMGO というブランドの N1S というプロジェクターが今20%オフで119504円となっています。 まあこれですね僕ちょっと今お借りして使わせていただいてるんですけどこれめちゃくちゃいいですね、まあ、これこんな感じでジンバル搭載のスタンドになっているので、まあ、正面に向けるのはもちろんなんですけどこのままくるっと回転させてあげることによって天井に投影したりすることもできるんですよねあと安いプロジェクターとかだと斜めに照射したりすると映像が歪んで見えちゃうとかあったりするかなと思うんですけどこの JM5 の N1S についてはリアルタイムで台形補正をしてくれる機能が搭載 されていて。 ある程度向き変えたとしてもすぐピタッてこう長方形の綺麗な形に補正してくれるんですよねあと GoogleTV が本体に内蔵されているので FireTV スティックみたいなものを接続しなくても YouTube とか Netflix とかあとプライムビデオとかそういったものを見れるようになってます明るさが900アンシールーメンっていうことなので、まあ、日中の明るい部屋とかだとさすがにちょっと見づらいかなと思うんですけど、まあ、カーテンとか閉めてあげれば全然はっきり見えるぐらいの明るさかなというふうに思いましたあとこの j m 5の N1S っていう機種はレンカ版モデルとなっていて上位機種がいるんですよ。それがこちらの j m 5 N1SUltra 4K っていうモデルになってるんですけど、こっちもね、お借りして使わせてもらったんですけど、こっちはこっちですごかったですね。こっちの方がですね、ここ比較表になってるんですけど、比較するとこっちがね、解像度が 4K になってるので、よりパキッと映ります。 あと明るさが900アンシルーメンなのに対してこっちの 4K の方は3000アンシルーメンということでかなり明るいのでこれだったら日中でも割と見えるなぐらいのかなりの明るさがありますね。あとスピーカー性能についてもこの N1S の方でも結構十分な性能はあるのかなっていうふうに思ったんですけどやっぱりこの上位機種の方がより迫力のある音が聞こえるので。 まあ映画とか大画面で大迫力で楽しみたいっていう方はこの N1SUltra4K の方がいいのかなと思いましたただこの j m 5 N1SUltra4K についてはかなり人気みたいで単品での販売がもう売り切れちゃってるみたいなんですよねこちらは N1SUltra と電動スクリーンのセットになってましてこのセットの場合で言うと今20%オフで え、44万円ですね。まあ、かなり高級な機種となっています。まあなので JM5N1S ウルトラ興味あるなっていう方は公式サイトの方からであれば予約ができるみたいですのでまあセール価格ではなくなってしまうみたいなんですけどもチェックしていただけたらなと思います。あと今僕どちらの機種も手元にお借りしているのでどういう違いがあるのかっていうのをちょっとだけ映像を差し込んでご紹介したいなと思います。はい、ここでちょっと映像を差し込まさせてもらうんですけどこちらが本物の j m 5 n 1 S, S と上位機種の N1S ウルトラですね、まあ、サイズ感的にはこれぐらいの違いがあります、まあ、こっちの N1S の方は結構白くて丸っこい可愛らしいデザインをしているんですけど、まあ、こっちの N1S ウルトラはこんな感じのちょっとこうシルバーが基調の結構スタイリッシュな格 濃いデザインで結構サイズは大きめですねでこの N1S の方は投影する動画をこんな感じで上下の方向には調整することできるんですけどこの左右の方向については本体自体自のこうやって向きを変える必要はあります、まあ、それに対してこの N1SULTRA の方はこの下の方を見てもらうとターンテーブルみたいな機構が搭載されているのでこれのおかげでスムーズに左右の回転もすることができるっていうのが一、まあ、つこの上位機種のいいところになって あとは映像についてもちょっと見てもらおうかなと思うんですけど、えー、こっちの右の方が N1S で左が上位機種の N1S ウルトラですね、まあ、こうやって見比べてみるとやっぱりこう明るさがこっちの方が高かったりとかあとは映像がパキッとしてるっていうのが分かっていただけるかなと思いますねまあ、今ちょっと室内の照明はこんな感じでつけた状態で撮影してみてるんですけど その状態まあこっちの N1S でも全然見えなくはないですけどね、まあ、こうやって見比べてみるとやっぱりこう明るさがこっちの方が高かったりとかあとは映像がパキッとしてるっていうのが分かっていただけるかなと思いますねじゃあちょっと電気消してみますねはい実際に部屋の照明を消してみるとこれぐらいですねもう N1S ウルトラの方はこの画面自体がすごく明るいので、まあ、これのおかげで光が反射して部屋が明る 軽くなるぐらいありますね、まあ、それに対してこっちが N1S になりますけども、まあ、こっちもね全然すごく綺麗には映してくれてはいるんですけど、まあ、やっぱり比較してしまうとこっちの方がだいぶ綺麗だなっていうところはありますかね。でちょっと台形補正について見てもらおうかなと思うんですけどこんな感じで本体を上下するとですね、まあ、こんな感じで映像をですねこんな感じで自動で補正してくれてこの長方形を保ってくれるっていう風な機能があります。 まあちょっとこう横向きにずらしたとしてもピッてこうずれてるの分かりますかねこんな感じでこうピッてこうきれいにね長方形の形になるように補正してくれるんですよねあと N1S ウルトラの方もやってみますけどこんな感じで左右にずらしたとしてもきれいな長方形をリアルタイムで台形補正してくれていますし あと上下の方もこんな感じで台形補正が効くっていうふうな感じですねこれ素晴らしいですよねまあ、こんな感じの違いがある機種にはなっていて、まあ、映像のクオリティみたいなところで言うと当然この N1S ウルトラの方が強いのは強いんですけどもこっちの N1S の方でも十分に綺麗な映像は楽しむことができますしあと本体サイズも小型ですしあと価格が抑えられてるっていうところもいいところかなと思います、まあ、見た目もこっちの方が可愛いいですよねあとですね ちょっと気が利いた機能がありましてこんな感じでこう手をかざすと光がサッと消えまして、まあ、こんな感じで視力保護機能がが稼働していいますすう風な表示が出るんですよね、まあ、こんな感じで目を守ってくれるような機能も搭載してくれているっていうのが、まあ、すごく気が利いてるなっていうふうに思いました。 はい、続いてがスイッチボットの超小型のロボット掃除機 K10 プラスがセール価格となってまして27%オフで43,800円となっていました。これが他のロボット掃除機とは違って小型化っていうところに重きを置いた製品になっているのでこんな感じで家具の隙間とかにも入っていきやすいっていうところがこのロボット掃除機のいいところかなと思いますね。 これが過去1ヶ月で400点以上購入されましたっていうことで、これかなり人気の機種になってるかなと思います。まあ、ただですね、この K10 プラスに新しい機種というか上位機種が発表されたみたいでして、こちらが K10 プラスプロという機種ですね。まあ、これがまだ発売されて12日しか経ってないみたいなんですけど、さっきの K10 プラスの上位機種になります。価格は今15%オフで59,330円となっているので、 ま、現時点で1万5000円ぐらい。こっちの方が高いかなっていう感じですね。で、何が違うのと思って調べてみたんですけど、分かりやすくまとめられているページがありまして、まあ、主にですね。まあ、センサー性能とか吸引力とかが上がってるみたいです。製品サイズとか何も変わってないみたいですね。まあ、ここの障害物の回避システムが lds レーダーだけだったのが、まあ、こんな感じで psd 距離センサーも追加されましたよ。みたいなものとか。 あとは吸引力が今まで2500パスカルだったものが3000パスカルになりましたよとか、まあ、こういった細かいアップデートが入っているのがこちらの K10 プラスプロになってるみたいですねまあちょっとねこの K10 プラスプロの登場によって選び分けが若干難しくなってる気はしますけど まあ個人的にはこの K10 プラスでも割と十分なんじゃないかなと思いますけどね使ったことありますけどはい続いてもロボット掃除機なんですけどナーワルフレオ X ウルトラというハイエンドのロボット掃除機ですね、まあ、これ僕のチャンネルでもご紹介させていただいたんですけどこれがセール価格となってまして34%オフの9万5767円となっていますこれかなり安くなってますねこの機種の特徴としてはこのブラシが特殊な形状になって てだからこっっち側が浮いててるるよようなな形状になってるんですよねこれによって毛がこっちにこう逃げていくような形で動くみたいで毛が絡まない形状になっているといったところとかあとは水拭き対応してる機種になっていて水拭きした後のモップの自動洗浄自動乾燥までやってくれる機種になってるんですけどこのモップの水拭きの時に洗剤が使えるんですよねナーワルフレオは。 なかなか水拭きで洗剤まで使える機種ってないかなと思うので、まあ、水拭きの性能によりこだわるんだっていう方はこのナーワールフレオ X ウルトラ選択肢としては結構ありかなと思います、まあ、これも結構売れてますね過去1ヶ月で200点以上購入されましたってことになってます、まあ、僕のチャンネルでもレビュー動画上げてるのでよかったら見てみてください あと一つ型落ちにはなるんですけど、ナーワルフレオですね。X ウルトラが付いてないモデルがあるんですけど、こちらが47%オフで76,164円となってます。まあ、これも結構お買い得なんじゃないかなと思います。まあ、この機種についても一つ前の機種にはなるんですけど、モップの自動洗浄、自動乾燥も対応していますし、 あと、水拭きの時に洗剤を使うっていう機能もこの頃からついてるんですよね。まあ、最新の機種と比べるとさっき言ったようにブラシの形状が変わっていたりだとか、あとは吸引力が最新の機種の方が強くて、こちらは3000パスカルであったりとか、まあ、こういった違いはあるんですけど、この価格を考えたら、水拭きの自動洗浄、自動乾燥までやってくれる機能がある機種と考えたらかなりお買い得かなっていうふうに思いますね。 まあナーワールフレーはこのホワイトカラーのデザインのものしかないので黒系のインテリアで統一されている家にはちょっと似合わないかもしれないですけどホワイト系のインテリアで統一されてる方はナーワルフレオを結構ありかなと思いますはいそして長かった家電ガジェット系最後になりますけど最後はホーリーランドのラーク M2 というワイヤレスマイクですねまあ今僕が喋ってるこの声を収録してるのがまさにこのマイクになります こういう僕みたいな動画撮られてる方はマイクスタンドとかマイクアームにマイクセッティングして喋られてる方が多いかなと思うんですけども、まあ、僕も前やってたんですけどちょっとそれだと姿勢がしんどかったんですよねやっぱりマイクと口の距離をなるべく近づけないと音っていい感じに入らなくて あとマイクと口の距離が変わっちゃうと音量がちょっとブレちゃったりするのでなんかこう姿勢をこうずっと一定に保たないといけなかったんですよねもうそれがちょっとしんどくてちょっと姿勢自由に変えながら喋りたいなと思って最近はこのピンマイクを胸元につけてずっと喋ってますね、まあ、もっといいマイクで音とった方がラジオっぽい音質になってちょっと皆さんも聞きやすいのかなと思ったりもするんですけどちょっと僕の姿勢的にしんどすぎるのでこのピンマイクで今後はやっていこうかなと思ってます これこんな感じのバッチみたいなマイクになっているのでこれを僕は胸元につけていつも喋ってるって感じですね、まあ、そんな僕の動画を支えてくれているマイクが今だったら20%オフで22,704円となっていますはい続いてます、えー、まず一つ目が僕が出張とかあとは実家帰省の時に使っているスーツケースですね こちらのグリフィンランドのスーツケースのノーブルという種類になるんですけどこちらが安くなっていました今15%オフで12,733円となっています、まあ、これはサイズ展開 SML あるんですけど僕が使っている M サイズを今表示してますで結構カラー展開も多くて結構なんか可愛らしい色合いが多いんですけど僕が使ってるのはこちらのリーフグリーンですね まあ一番はデザイン性が気に入ってはいるんですけどこんな感じでダブルキャスターになっていて転がしやすいというところもいいところかなと思ってます、まあ、これから夏休みシーズンになって旅行とか実家帰省とかされる方も多いかなと思いますので、まあ、そういった時のためにスーツケース新調しようかなと思われる方はこちらのグリフィンランドのノーブルチェックしてみてください はい、そして旅行の時に下着類とか靴下とかそういった細々したものを圧縮する時に役立つこのの旅行用の圧縮バッグもご紹介しておきますこれが20%オフで円になってました、まあ、これ上下段で分かれているので使用後の服と使用前の服みたいなのを分けることもできますしあとこの真ん中の部分にファスナーがついているので中身を入れた後にグーッと締めていくと中身を圧縮することができるんですよね。 まあ僕は旅行行く時はこれに下着類とか靴下とかあとはハンドタオルとかそういった細々したものを詰めるようにしてますはいそして続いてが日差しを遮るための帽子ですねノースフェイスのホライズンハットをご紹介しておきます、えー、これが過去1か月で500点以上売れましたっていうことで、まあ、結構人気のバゲットハットになってるのかなと思うんですけど、まあ、こんな感じのまあぐるっと一周つばがあるようなデザインの帽子ですね 僕は音楽の夏フェスに行く予定があったので日差しを避けるために買ったんですけど、まあ、普通にデザイン的にも割と良かったので街中でかぶってることもあったりしますね。 これが今4196円にはなってるんですけど試着サービス使えますねトライビフォアユー、U、バイが使えるので一、まあ、回試着してみてちょっと似合わなかったら返品するみたいな感じのこともできるので買いやすくなってるかなと思います、まあ、カラー展開も結構たくさんあるんで迷ったんですけど僕は無難にブラックカラーのあとサイズは僕は頭でかいので一番でかい XL を買いましたね はい。続いてがレック激落ちくんの鏡のダイヤモンド鱗取りですね。これ買う前は鏡が鱗だらけになっててちょっと困ってたんですけど、これでこすってあげたら一気に鏡が綺麗になったので、鏡が鱗だらけの方にはこれ使ってほしいですね。こちらが今28%オフで927円となってます。で、鏡の鱗が綺麗になったら鏡の曇り止めも塗ってほしいなと思うんですけど、同じくレック激落ちくんの鏡の曇り止めですね。 こちらはですねこんな感じで乾いた鏡にこうやって塗ってあげて一、まあ、回この塗った液体を乾かして。 シャワーをこうやってかけた時に鏡に水の膜ができるようになるんですよねまあ、浸水性があるような液体になってるみたいでしてまあ、鏡が曇らないっていうか濡れたままになるみたいなえそんな感じで曇り止めをしてくれる曇り止めになってます僕はこれ2年前ぐらいに買いましてたまに塗り直しながら使ってるって感じですね本当に鏡曇りにくくなるのでおすすめです こちらも28%オフで927円になっています。はい、そしてお掃除用品ですね。レック激落ちくんのダブルポイポイっていうメラミンスポンジですね。まあ、メラミンスポンジわかる方わかるかなと思うんですけど水を含ませてちょっとこうこすってあげたりすると、頑固な汚れを取ることができるっていう風なスポンジになってます。特に茶渋であったりだとか。あとはキッチンの蛇口とか、これで磨いてあげるとだいぶピカピカになりますね。 まあこんな感じでカットされていてちぎって使えるスポンジになってまして値段も今266円と安いので掃除用に1つ買っておくといいんじゃないかなと思います。 はい続いてがユミマイルのソープディスペンサーですね手をかざすと泡でビュッとハンドソープを出してくれるアイテムになっていますけどもこちらが今20%オフで2768円となっています僕の家ではこれキッチンと洗面所に1つずつ置いてまして、まあ、これがあると手洗いのハードルがだいぶ下がるのでおすすめですね、まあ、ちなみにホワイトだけじゃなくてブラックカーラーの展開もありますあと泡タイプだけじゃなくて液体タイプもありまして僕はこれを食器洗い洗剤用として使って 使ってますね、まあ、こんな感じのスッキリとした見た目になっていて、まあ、かざすと液体でビュッと出てくるって感じになってるんですけど吸着の方式としては2つありましてフックタイプですねこんな感じで壁に粘着式のフックをひっつけてそれに引っ掛けるような構造のものとあとはマグネットタイプですね裏面がマグネットになっていてピタッとマグネットでくっつけるパターンその2つがあります。スポンジをしした時の反応もも早いですす出ててててくくる量もちょうどよくて気に入って使っ使ますね こっちはセール価格ではないみたいですけど、3280円となっています。はい、続いてが睡眠用の耳栓のループクワイエットですね。 まこちらパッと見ワイヤレスイヤホンみたいな見た目をしてるんですけど睡眠用のシリコン製の耳栓になっています、まあ、最近で言うとエアコンとか扇風機とかつけて寝てる方も多いかなと思うんですけど、まあ、そういう時に家電の音がちょっと気になるなーっていう時とか使ってあげると睡眠の質が上がるんじゃないかなと思います、まあ、耳栓にしてはちょっと高いですけど過去1ヶ月で3000点以上購入されている人気アイテムとなっていまして、えー、こちらが13%オフで2512円となっています、はい 続いてがノニオのホワイトニング歯磨き粉ですね。まあ、これちょっと前に出した動画でセールになってないみたいですっていう風にお話ししたんですけどその後セール価格になったみたいなので情報共有しておきます。これがセール価格で613円になっていますしあと定期便で買えば552円で買うことができますので。 歯磨き粉を切れかけててていいいる方は買っておいてください、はい、続いて僕が眉毛とか顔の毛を剃る時に使っているパナソニックのフェイスシェーバーフェリエですね。まあ、これがねセール価格とかではないんですけど結構ね在庫切れしてるタイミングもあったりしますし。 まあ今だったらポイントアップキャンペーンの分ポイント分お得だったりするのかなと思うのでおすすめしておきます。まあ、これ電源がここになっていてここスイッチオンすると刃先がブーッと震えて振動してくれてあんまりこうヒリヒリしないような感じで顔の毛とか眉毛とかを整える時に使えるようなシェーバーになっています。まあ、これが過去1ヶ月で8000点以上購入されましたっていうことでバカ売れしてるものになってるみたいですけども。 こちらが今1,773円で在庫がある状況となっているので、まあ、こういったシェーバー欲しい方はぜひチェックしておいてくださいはい続いてが僕がひげを剃る時に使っているパナソニックのパームインシェーバーですね、まあ、こちらこんな感じのコロッとしたかわいい見た目のシェーバーとなってるんですけどしっかり5枚刃となっていてひげ剃りとしてのスペックも高いものとなってます あとこれ裏面のところに充電端子があるんですけど USB-C で充電することができるので出張先とかに持って行った時に充電が切れたとしても充電しやすいっていうところもすごいいいところだなと思って気に入って使ってますねサイズ感もすごいコンパクトなので持ち運びもしやすいです、まあ、これはセール価格とかではないですけど4 1580円となっていましてポイント還元ちょっとありますね3%分ポイントつきます はい。続いてがヘアアイロンですね。サロニアのヘアアイロンが安くなっていて、こちらが今24%オフの2,539円となっていました。まあ、これが過去1ヶ月で5000点以上売れているベストセラー1位の商品となっているみたいですね。僕今までヘアアイロン使ってこなかったんですけど、 ヘアアイロン使うとだいぶ髪型変わるよみたいな美容師さんから言われたので、まあ、ちょっと試しに買ってみようかなと思いましてまあ値段も安いし試すんだったらこれでいいのかなと思ったりしてますまあ皆さんちょっとヘアアイロンのおすすめとかあったら是非コメントの方で教えてくださいあと同じくサロニアの人気のドライヤーもセール価格となってますね35%オフで3869円となっていました これはブラックカラーの値段になりますけども、えー、僕の実家の方でこれ使ってますね、まあ、実家の方で使ってるのはこのベージュのカラーなんですけどベージュのカラーはセール価格にはなってなくて5330円になってますね、まあ、こんな感じのすごいシンプルなデザインで風量も強いところがいいところだなと思いますはい続いてがタオル研究所のフェイスタオルなんですけど、まあ、これセールの定番かなと思うんですけど今回はセール価格にはなってないみたいですね 10枚組みのものでいうと3,590円となっています、まあ、僕の家でずっとこれ使ってて2021年の10月購入なんで、まあ、もうちょいで3年経っちゃいそうなんですけど、まあ、全然使えるかなと思ってそのまま使い続けちゃってますねまあさすがにブラックフライデーぐらいで買い替えようかなはい続いてがハンディファン紹介しようかなと思ってこのリズムっていうところのものをピックアップしてまして これが USB-C で充電できて、カラビナもついてて、角度もつけれて便利だよみたいな話だったので、ピックアップしてたんですけど、これがアメトーークの家電芸人かなんかで取り上げられたらしくて、爆発的に売れたみたいでもう人気で在庫なくなっちゃってますね。これが2980円となってるんですけど、 まあ在庫が復活するかもしれないので欲しい方はこのページちょこちょこ覗いてみるといいかなと思いますただ僕の場合はハンディファンは充電がちょっとめんどくさいかなっていうのとちょっと荷物的にかさばるなっていうのがあったので、えー、センス持ち歩いてますね僕が買ったものはもう販売終了してるみたいだったんで似てるものピックアップしておいたんですけど、まあ、2000円ぐらいでちょっとこうスタイリッシュなセンスが買えるので、まあ、こういったものをカバンの中とかに忍ばせておくといざっていう時に使えるんじゃないかなと思います はい。そして最後、食べ物、飲み物系をご紹介していきたいと思います。まず一つ目に、新焼きそばの UFO の12個セット、安くなってました。こちらがセール価格で、定期便の方で買えば1485円、1個あたり124円で購入できますね。たまに焼きそば食べたくなるときありますよね。 はい、続いてがまるちゃん麺作りのカラフル6種セットですね、まあ、こんな感じで6種類が2個ずつセットになってくる麺作りとなっているので飽きずに食べやすいっていうところがいいところだなと思って何回か買いました豚骨とか味噌とかももちろん美味しいんですけどこの鶏だし塩味とかもさっぱりしてて美味しいんですよねこれが定期便の方で買えば1724円となっています はい、続いてがカントリーマームのチョコまみれの大容量ボックス 500g ですねチョコまみれも美味しいですよね 500g っていうのがだいたい50個ぐらい届きますということなんで食べ過ぎには注意していただければなと思うんですけど、まあ、自分のコントロールができるよっていう方は買ってみてくださいこちら24%オフで1380円となっていますはい続いてがお札どきのプレーン味ですねこちらが 65g10 袋セットのものが44%オフで1091円1袋あたり109円となっています まあこのののさつまいものチップスのお菓子好きなんですよねちょっとこれ今回買おうか迷ってますあとこっちの方がこの間安くなってたんで買ったんですけどお札どきの塩バター味ですねこちらも同じく1091円1袋あたり109円になっているので、まあ、このさつまいも系のお菓子好きな方はどちらの味か買っていただくといいんじゃないかなと思います この塩バター味も美味しかったですよはい続いてこれ僕が買ったものですねディアナチュラスタイルの亜鉛90錠ですねサプリメントを買いましたこれ毎日1日1錠ずつ飲んでるものになるんですけどこれが今セール価格で買えば560円で買えますねあと亜鉛と合わせてマルチビタミンの方も飲んでるんですけどマルチビタミンの方は定期便で買えば720円で買うことができますこれも買いました はい続いてこれも買おうかなと思ってますサントリーのグリーンだからのラベルレスボトル24本ですねまあアクエリアスとか他のスポーツドリンク系も安くなってたかなと思うんですけど個人的にはこのグリーンだからのちょっと薄味な感じが飲みやすくて好きなのでまたグリーンだから買おうかなと思ってますこれは定期便で買えば1917円ですね はい、続いて冷凍食品いきたいと思いますえまず1つ目がマルハニチロの横浜あんかけラーメンですねこれは6個セットになりますけど6個セットが2157円1袋あたり360円で買うことができます、まあ、これスーパーとかでも売ってるんで僕食べたことあるんですけどこれ美味しいんですよね結構ボリュームもありますし野菜も結構多めに入ってて食べ応えがかなりあります エガチャンネルでエガシラさんが美味しいって言ってたのを見て僕も食べてみたんですけどこれは美味しいですよはい続いてがリンガーハットの長崎ちゃんぽんですねこれ6袋セットのものが1678円1袋当たり280円となってます最近リンガーハットあんま行ってないですけど会社員時代はよく行ってましたねリンガーハットちゃんぽんって結構野菜が多めに取れるのがいいんですよね はい、そして同じくリンガーハットのこちら野菜たっぷりちゃんぽんということでさっきより野菜多めのちゃんぽんですねこちらの方が30%オフで1999円1袋当たり333円となってます野菜不足の方はこっち買っておくといいかもしれないですね、はい、そして続いてが伊藤久右衛門というところのマット これがねすごい美味しそうですし人気みたいで過去1ヶ月1000点以上購入されたものになってるみたいですこんな感じで抹茶とほうじ茶と玄米茶の3種類のティラミスがそれぞれ2個ずつ入ってくるようなセットになってるみたいで。 贈り物とかでで結構人気みたいですねこれが33%オフで3159円となってますので、まあ、直近で誰かに何か贈り物しなきゃいけないなっていう方とか候補の一つとしてもありなんじゃないかなと思いましたはい続いて暑くなってきたのでアイス食べたい方も多いかなと思ってジャイアアンントコーンをピックアックプししておきました、えー、こちらはジャイアントコーン20個セットのものが25%オフで2400円1個あたり120円となっています アイスクリームお好きな方はぜひ買いだめしておいてください、はい、続いてアマゾンで人気のプロテイン餃子のーキの 1kg 入った袋こちらが15%オフで1959円となっていましたまあただ僕ねこれ食べたことあるんですけどあんまり口に合わなくて結局後輩にあげちゃいましたね余った分味の素の普通の餃子は好きなんですけどプロテイン餃子の方はちょっとなんか味が合わなくて 食べきれなかったんですけど一応このプロテイン餃子もこの冒頭で紹介したクールマルシェのキャンペーンの対象になってるので。 まあポイント欲しいなっていう方はプロテイン餃子も一つの候補として考えてみてください、まあ、というわけで僕がおすすめしたい餃子は毎回紹介しているこの美食天津餃子館の黒餃子と本餃子が48個ずつ入った96個のセットですね amazon で餃子買うんだったらこっちの方が美味しいのでおすすめです今20%オフで2352円となっています、まあ、ちなみにこの餃子はクールマルシェの対象ではないみたいです はい、そして続いてが大阪王将の冷凍炒めチャーハン10袋セットですね、まあ、僕も大阪王将の冷凍チャーハン買ったことあるんですけどこれフライパンで温めてあげたら本当にお店の味みたいな感じになって美味しいのでおすすめです、まあ、フライパンじゃなくてももちろん電子レンジでチンして食べることもできます、まあ、こちらが今15%オフで2286円となっていますね、まあ、ちなみに冷凍チャーハンはクールマルシェのキャンペーン対象です はいそして最後が松屋のふわとろうなぎ10枚セットですね。 暑くなってやっぱスタミナつけたいなっていう時にうなぎ食べたいなみたいになるかなと思うんですけどこちらのうなぎが14%オフで5980円となっていますのでまあたまにはうなぎ食べたいなっていう方はこちら買ってみてはいかがでしょうかこれもクールマルシのキャンペーン対象になっていて、まあ、4000以上の注文で1000ポイントもらえるっていう風な条件になっているので、まあ、これ一つ買ってしまえば実質5000円で10枚のうなぎが買えるっていう感じになるかなと思います はいというわけで今回の動画はプライムデー動画第2弾ということで第1弾の動画ではご紹介できていなかったおすすめ商品お買い得商品をピックアップしてご紹介させていただきました紹介したもの全部ですね紹介した順番で概要欄の方に URL まとめておきますので気になったものがあった方は概要欄の方からチェックしてみてください まあこれから週末ですね土日に入って買い物される方も増えるかなと思いますので、まあ、自分が欲しいものがある方は売り切れる前にポチっておおくこととをお勧めしたいなと思いな思ますあとプライムデー期間とかになってくると配送業者の方もね混雑されるかなと思うので、まあ、欲しいものがある方は早めにポチっておかないと多分配送の遅れとかもね発生するかなと思うので早めに買い物をしておくことをおすすめしたいなと思います。 というわけでまた長々とお話ししたんですけども今回の動画はこれで終わろうかなと思いますチャンネル登録や高評価コメントなどなど何でもいいのでリアクションいただけますと非常に嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうタカボンでしたまたね